では、まあ、ちょっと今回は膵炎の患者さん、まあ、膵炎という病気に関してちょっと事例として皆さんと考えてみたいと思いますが、まず膵炎、膵炎担当された方ある方もいらっしゃると思いますが、膵炎の重症度、これは9つの予防因子と、あとは造影 CT による造影の CT グレード、この2つをもとに重症度を判定します。つまりこの CT、 これが見れるかどうか、まあ、これによって重症度が決まってくるというところがあります、膵炎では。まあ、先ほどの流れでいきますと、患者さんが搬送されてきました、お腹が痛がってる、これもしかして膵炎かもしれない、 CT を取るって言って、こういう風な CT を取ったとします。でこれ、ここが A、 これが一番上で、 B、C、D っていう順番で下に下がってきます、足の方に下がっていく。なので A が一番頭側で、少しずつ下がってっていうところです。これは造影 CT になります。まあ、教科書に載ってるような画像なんで、これ非常に分かりやすいんですけど、まあ、これが膵臓です。ここが膵臓です。ここが膵臓で、ここのちょっと黒く抜けてるところ、この膵臓に対してちょっと白い部分と黒い部分ありますね。例えばこの辺はちょっと白いですけど、ここだけボコッと黒く抜けてますよね。例えばこことか。でこれが膵臓の壊死をしている、まあ、いわゆる画像所見になります。まあ、こっちもそうですよね。ここ黒く抜けてますよね。あとはもうちょっと下に行って、膵臓の、まあ、横、上行結腸のある方に、こう、もや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 ってなって、脂肪色濃度の上昇、なんていうふうに言われますけど、こういった所見も出てます。で、さらに、足の方に行って、腎臓を超えた下まで、こういうふうな形で、まあ、腹水が出てます。ここら辺にも腹水があります。このアスタリスクマークがついてあったりですね。特にここは一番、分かりやすいんですけど、ここのちょっと黒くなっているところですね。こっちに比べて、こっちはちょっと黒くなっているんですね。ここが腹水になります。この CT を見ると、あ、重症膵炎だということが分かるんですけど、まあ、仮にこれ、じゃあ重症膵炎だと分かったとして、栄養管理、じゃあどうしますか？皆さん、重症膵炎の栄養管理どうしますか？仮にこの CT で、重症膵炎が分かるまで、いろんな勉強会に出て重症膵炎を見れるようになったとして、じゃあ重症膵炎の栄養管理どうしますかって聞かれた時に、どうでしょう、皆さんパッと答えれますかね。どんなにこう画像の勉強しても、まず栄養管理をしっかりと選択チョイスできなかったら意味ないよねっていうのが、まあ、今回の一番最初にお伝えしたいところということです。じゃあ例えば、じゃあ逆に今回は先ほどの画像は重症でしたけど、じゃあ軽症膵炎の場合はどうするのっていうところですよね。で、軽症膵炎の場合の栄養管理、じゃあ早期経腸でいいかっていうと、実はここ違うんですね。軽症膵炎の場合は警備官、いわゆる重症膵炎の時とはちょっと違うよっていうので、ルーチンで経腸をするっていうのはあまり推奨されてないということになっています。なので、まず軽症か重症か画像で分かることも大事なんですけど、画像を見て診断をつけてくれる専門家ですよね、先生とか放射線科医がいますよね。我々はもう画像を見たくて栄養士になったわけじゃないですね。栄養管理をやりたくて栄養士になってるわけですし、まあ、それが我々の仕事だと思いますので、まずは重症軽症含め、膵炎の場合の栄養管理をしっかりと自分の中、あるいは患者さんにプランニングするというところができて、初めてじゃあ画像を自分でも見れるようになったらいいよねっていう順番になる。そういう意味で画像は見ないっていうのが、今回の一番最初にお伝えしたい画像の勉強方法です。まずは疾患に関する診断とか治療効果はどういうふうに判断されているかっていう勉強、まあ、疾患の勉強をまず一つすることと、加えてじゃあそれに対する栄養管理どうするのっていう勉強、これをした後に初めて画像を自分で見ようねっていう感じになるんじゃないかなと思います。重症膵炎に関しては感染予防対策として、まあ、早期の経腸が有効だというふうに言われています。まあ、ここもうちょっと細かくいろいろありますけど、まあ、先ほどの軽症膵炎とはちょっと違いますよね、予感に。なのでここをちゃんとまず知ってるかどうかっていうのがまずない。で、経腸炎はどの経路で行うかっていうのもいろいろ書いてますけど、これは基本的にはまあ空調までやった方がいいよっていうふうにここでは書かれてますけど、まあ、最近だといない投与って十分だっていうふうに書かれてますけど、実際じゃあ吐いてる時にいない投与しますかっていうところは、これ画像じゃなくて実際患者さんを見るところですよね、とか実際吐いてる姿を見るところですよね。で、ここでお伝えしたいのは、
画像が見れると患者さんのアセスメントが全てできるっていう風な感じで、言われることがあるんですけど、全然そんなことなくて、ここで CT を見て、じゃあ生えてるかどうかって CT じゃ全くわからないので、やはり CT とかですね、レントゲンも含めた画像所見はあくまでもアセスメントの一つだという風に思っていただければいいかなと思います。まずやることは画像を見ない、疾患の勉強する。まずこっちが先かなっていうふうに思います。で、最終的にじゃあ治療効果がどうなのか、治療効果に合わせてじゃあ栄養管理どうするのかっていう話もしましたけど、ここにもちゃんと書いてます。腹痛の消失、血中の水酵素が下がってくるのを見ながら経口摂取の開始を決定するというふうに書いてます。もはや画像関係ないですよね。腹痛の消失はベッドサイドに行って、お腹どうですか、だいぶ良くなりました、1週間前と比べたらどれぐらい、10のうちもう本当に我慢できないため10だとしたらどうですか、なんて聞く、これが大事なアセスメントになってきます。最後の方は血液検査、まあ当然血液検査の値を見ながらと、あと実際に問診をしたり、実際お腹を押して、まあ前押したけど痛くなくなりましたねなんていう風に理学所見取りながら、最終的に食事もっていう風な流れになりますので、ここの流れを全て知った上で、やっとじゃあ自分でもこの最初来た時重症だったけど画像的にも本当に軽症になってるのかどうか知りたい、そうすればお腹が痛くなくなったっていう所見と血液検査とさらに画像を見れたらいいよねっていうところが、やっとそこで画像がミックスできるといいのかなというふうに。でここまでちょっと話しましたけど、なんで僕がこういうふうなところにまあたどり着いたというか思ったかというところで、やはりですね、結局まあ、一つ一番最初に考えたのはですね、画像を見るときに解剖整理、正確な、解剖の位置が分かんなかったら CT 見れないよねっていうので、解剖をものすごく詳しくレクチャーした時がありました。これで、まあ、確かに腎臓の位置、膵臓の位置、脾臓の位置、肝臓、胃、ここの位置はだいぶ皆さん理解してくださったんですけど、結局病気の時はじゃあどういう画像になるのとかですね、解剖の正確な位置は分かったけど病気の時はじゃあどうなるのっていうところが、抑えられなかったので、あうまくいかなかったなっていうので、その次はじゃあ病気の時の画像をものすごい量見せてですね、この場合はこう、この場合はこう、この場合はこうってやったんですけど、そうなると結局診断のところだけで、その後の経過がどういうふうに良くなったかっていうところをやっぱり見せる時間はさすがになかった。ので結局診断のところだけ皆さんにお伝えして、こういう画像の時は胆管炎ですよとか、こういう画像の時は膵炎ですよって言って終わりです。それだとあんまり意味ないですね。結局栄養管理どうするかっていうところに落とし込まずに、診断のプロであるドクター、放射線科医、ここと勝負しましょうって言ってるような感じになっちゃって、あこれなんかうまくないなっていうので、結局栄養管理に落とし込めない画像所見の勉強会意味ないよなっていうのをずっと思っててですね、今回は先ほど言った通り、まず疾患の勉強、あとそれに対する栄養管理、ここをしっかりと把握した上で初めてじゃあ画像見ましょうっていうようなことでやっていきたいなと思ってます。実例のところを出しましたけど、これマインズっていうガイドラインを検索する、まあ、データベース、ガイドラインを検索するサイト、ウェブサイトがあります。でここにいろいろなガイドラインがある、まあ、例えば、ジャスペンの静脈血中栄養ガイドライン、これも実はこのマインズから無料でダウンロードできます。で今回先ほど使った急性膵炎診療ガイドライン、これもこのマインズというところから取れます。 Twitter とかですね、 Facebook にこれ URL 載せておきますので、活用していただければいいかなと思います。なので今回というか次回以降のところは、疾患の診断、治療経過、ここもしっかりとお伝えをしますし、今皆さんが担当している診療科、あるいは担当している患者さんの疾患、これに関するガイドライン、ぜひ読んでください。大体あります。今ガイドライン、ものすごいいろんな種類があるので、ほどじゃない限りは大体あります。で、見るときは、この急性膵炎診療ガイドラインは、栄養療法っていう項目が載ってたんですけど、皆さんに見ていただきたいのは栄養療法とかじゃなくて、先ほど言った診断、治療経過、これ必ずどのガイドラインでも載ってます。必ずこの病気を診断するにはどうするか、それに対する治療はどうかというふうなのはどのガイドラインにも載ってますので、ここを見てください。栄養管理じゃなくて、ここまず疾患の勉強しないと、多分画像を見ても結局何を
表してるんだろうっていうのが分からないと画像の勉強が進まないと思うので、まず疾患の勉強するためにここ各疾患の特徴的な画像所見っていうのがあるので、これも急性すい炎ガイドラインだと細かく結構載ってたりとかしますので、画像所見を使うような疾患に関しては、こういったガイドラインを使って、まあ、予習って書きましたけど、まあ、自分の患者さんとか自分の担当診療科のところをまず見ていただいて、あ、こういう画像になるんだなって思いながら、例えば実際じゃあ CT 撮った時に見てみる、本当だガイドラインに書いてた通りの画像になってるなんていう風に使っていただくといいんじゃないかなと思ってますし、まあ、実例を今後勉強会のところで出していきますので、あ、前やった勉強会と同じ画像になってるっていう風に見ていただきたいなと思います。あ、先ほど言った最終的に経口摂取になる時の経過の追い方、栄養管理の推移、この辺はやはり我々栄養士、ここ絶対に外しちゃいけないところだと思うので、ここは絶対お伝えするようにしていこうと思っています。次回以降のところの PR ですけど、腹部編、胸部編、頭部編っていうので、ちょっとそれぞれ特徴的な画像だったりとか、まあ、空支柱病院で見るような疾患、あとは栄養管理に直接関わってくるような疾患、まあ、こういうのはちょっとこれ完全に主観ですけどピックアップさせてもらって、実際にレントゲンとかですね CT に書いてある先生のカルテとか読影のレポート、ここちょっと抜粋してますけど、これ結局何の疾患かなっていうのが皆さん分かりますか？そして仮にじゃあこの疾患かなっていう中で、じゃあ画像以外でこういうとこもちょっと確認しておいた方がいいんじゃない、確認させてもらいたいなっていうのはありますでしょうか。そして何回も言いますけど、栄養管理どうするの、こういった所見がカルテに書かれた時にじゃあ結局栄養管理どうするのかっていうところまで、これが一つでも、これちょっと分かんないなとか全部埋めきれないなっていうのがあれば、ぜひですね次回以降のところは参加していただけると今日のモヤモヤは解消できるかなと思ってますし、まあ、そのような形で準備していきたいと思っておりますので、ぜひですね今スライドに載ってる所見すべて 1,2,3 の項目でヒットできなければぜひ参加していただけるといいんじゃないかなと思います。主に CT の勉強会やるんですけど、ここの胸部のところだけやはりまあレントゲンを見る機会が多いと思うので、ここだけちょっとレントゲン少し入れたいなと思いますし、頸椎チューブの確認、まあ、これちょっとですねいろいろ思い入れがあってですね、ここはちょっとやりたいなと思って、あと頭部、栄養士の画像の勉強会ってほぼお腹ですよね。お腹の CT か、もしくは胸のレントゲンの勉強会ですよね。頭部の CT とか頭部の MRI の勉強会って僕多分知ってる限りでは見たことないので、まあ、今回は頭部の方も少しやりたいなと思っています。で、頭部だと右 HDL あり、ミッドラインシフトあり、脳室拡大、脳浮腫、胴体。を管理どうするのかっていうところまで行くといいなっていうですね。結局画像一緒に皆さんと見るんですけど、まあ、そこは最後の最後の最後だよっていうところだけまず今日はお伝えしたいなというところの回でした。やっぱり画像を一緒に見ない限りはやっぱり上達しないというか、結局こう伝えきれないところもあるので、画像を使った勉強会でこれ皆さんいろいろいじってみてください。すごく面白いかったですし、すごく分かりやすく作られてますので、病気が見えるさんに確認をしまして、使用許可もいただいてます。あともう一つ、ここがちょっと今回僕がここ一緒に使いながらやりたいなと思ってたのが、ヒューマンアナトミーアトラスっていうアプリ、これちょっとお金かかるんですけど2人で見れるので、 CT 見るときに一番何がしんどいかっていうと、やっぱり立体の臓器の位置、普段見る解剖の絵って大体真正面から見た平面なので、ここの立体がやっぱり分からないとなかなかイメージつきづらいんじゃないかなっていうので、ちょっとこれも一緒に合わせて使いたいなと思っております。本日のまとめになります。まず画像所見の種類、画像所見の種類たくさんあります。ただやっぱり自分のまず診療科のところでよく使われる画像ですね、ここをまあ把握してもらうというのがまず第一かなと思いますが、その前に何度も言ってますけれども、疾患の診断、治療、治療経過の追い方で、その疾患に対する栄養管理と栄養管理のアセスメントとかモニタリングの仕方、ここをまずは抑えてから最後の最後に自分も画像が見れるようになるといいねっていうような風に考えてもらえばいいかなと思います。それはじゃあどういう時かっていうのは、今回事例を膵炎でお示ししましたので、まあなんとなくイメージを持っていただけると、まあ今回の勉強会成功かなと思ってます。今日はあくまでもイントロダクションなので、細かいところは次回以降やっていきたいと思います。